六本木ヒルズから今井重治がお送りしているジェイブスパーク。ここではリスナーの皆さんからいただいたふつおたをご紹介していきたいと思います。それではいきます。ラジオネーム流星ママ、女性の方からいただきました。ゆうしくん、こんばんは。こんばんは。私は友達とランチをしている時などストローの袋やおしぼりの袋を小さく折ったりして話をしてます。ゆうじくんも癖があったら教えてください。さあ、楽しみにしてます。大好きです。ありがとうございます。ランチいいですね。なんか女性の方ってなんか楽しそうじゃないですか。これからランチみたいな、いいな。まあそう、何でしたっけ、癖ですね。なんかランチってこう聞くとなんかデニーズが今頭の中に出てきて、ちょっと昔デニーズとか言ってたんですけども、癖ですね。よくデニーズ行ってる時にの話なんですけど、パールミルクティーって分かります？タピオカが入ってる、はい、黒の、タピオカが入ってるパールミルクティーがあって、でなんかその飲み物の時だけストローがそのタピオカが通るようにちょっと太いんですよ。でそれをこう吸うとたまにこう多分空気の影響でロロロロロってなんかすごい音が鳴ったりするんですよ。だそれが癖でなんかこうこう吸ったり吐いたりしてましたねそういうのがありました。でそれでたまにそれをポンって飛ばすんですよね何やってんだかって話ですよね。なんかそういうのをちょっと今思い出しました。そういうのやってましたねはい、リュクセママありがとうございました。それでは次いきます。ラジオネームパンタローさん、女性の方からいただきました。エイジ君こんばんは。こんばんは。突然ですが、私は生まれ変わったらカピバラになってみたいなと思っています。うん、レジ君は何か生まれ変わったらなりたい動物はいますか？っていうメッセージです。カピバラ。結構ゆっくりな感じの動物ですよね。ゆっくりな。ちょっとね、なんて言えばいいんですか？あれですよね。ちょっと、のんびりしてますよね、カピバラは。癒し系の、はい、してますね。カピバラになってみたいですね、パンタローさんは。結構それもすごいですね。うん。自分はですね、生まれ変わったら、やっぱ、ライオンですかね。うん。やっぱライオンって、ね、動物界で、キングと言われてますしね。結構ライオンっぽいって言われたりします、自分。なんか、雰囲気があって。で、オミが、シベリアンハスキーで、ガンちゃんが子犬で、みたいな。あ、でもエリーもライオンっぽいっすね。うん。ナオトさんは、なんだろう。子グマ？ナオキさんは キリン？これは、ちょっと悪口になっちゃってますね。まあ、そういうね、イメージとかありますもんね。だから自分は生まれ変わったらちょっと動物になってみたいですね。はい。ありがとうございました。あ、間違えた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 。自分は、生まれ変わったら、ライオンになってみたいです。はい。ありがとうございます。